伊勢島スカイラインは伊勢神宮内宮と鳥羽市を短時間で結ぶ道路として1964年10月20日に開通しました。伊勢島の自然や眺望が楽しめる観光道路として親しまれ、最近は天空ポストといった写真映えのするスポットとしても人気を集めています。記念式典は強風のため山頂展望台にある売店の中で行われ、運営会社の牧山雅史社長が日々道路の点検整備をしっかり行い、安心安全で快適に通行できるよう努めたいと挨拶しました。今日は伊勢島スカイラインに会いに行こうとの語呂合わせにちなんで、1245万台目の車とその前後に通行した2組に伊勢島の特産品の詰め合わせなどが贈られ、くす玉を割って開通60周年を祝いました。いつ来ても本当に綺麗で素敵な場所だと思います。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。60周年を迎えましたけれども、これは一つの区切りではございますけれども、新たなスタートラインと捉えてですね、社員一丸となってより皆様に喜んでいただけるような施設を作っていきたいなというふうに思っております。今日は鈴鹿市出身の大道芸人のショーや6つの太鼓チームによる勇壮な演奏などが披露されました。